はい、ゆうです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。今日は久々にこのファットボブでちょっと都内をフラッと出かけてみようかなと思って今走らせてます。ここ最近ねちょっとバタバタして動画のね更新が途絶えてしまって、申し訳ないんですけども、しっかりいろいろ落ち着いてきたので、動画ね撮っていこうかなと思います。で今はこの辺は西日暮里ですね。西日暮里近辺を走っていますと。で今日はなんかどんな話しようかなって考えてたんですけども、まあ自分もこうバイク乗り始めて2回目の夏なんですよね。まあ去年はバイク買ったばっかりだったんで夏でもちょいちょい乗っていたんですよね、暑くても。でも今年はねちょっとやっぱり夏の昼間にちょっとバイク乗るのを控えてて、まあハーレーに限らずですけど皆さんねこう夏のバイクっていつ乗ってんのかなっていうのがねちょっと気になって、動画撮ってみようかなと思って今話してます。で去年はまあバイク買ったっていうのもあって、まあ暑くなっても結構遠出したりとか、まあ昼間ね都内乗ったりとかしていたんですけども、ちょっとねその去年の教訓を踏まえると、まあ今年ね夏、まあ今年も夏暑いんですけども、まあ昼間バイク乗るのがまあ自分も辛いしバイクもちょっとね負担になっているのじゃないのかなと思って、今年はね昼間真夏の日ですねバイクはね乗っていないんですよね、ほとんど。まあ遠出するのは別ですけど、まあ、フラット都内走るとかはねちょっと今年はしてなくて、まあ理由としてはいくつかあって、まず1つ目ですね、1つ目はこのバイクのエンジンの熱がねものすごい上がるんですよね、やっぱり。去年は、まあ、このファットボブとストリートグライド2台持ってて、どちらもエンジンのチューニングですね、コンピューターのチューニングをしてなくて燃料が薄い状態でずっと走っていたんですよね。まあメーカーのデフォルトですね。で走っていて、やっぱり燃料が少ないと熱ってめちゃめちゃ高くなるみたいで、ものすごい熱くて結構やけどするんじゃないかなっていうぐらい熱かったんですけども、まあ一応そのファットボブとストリートグライドに関しては2台ともブルズアイさんでチューニングしてもらったんで、空燃費はだいぶ良くなって暑さは減りました。ただやっぱりちょっとねまだ都内のこの信号が多い中を昼間走るっていうのは結構リスキーで、で今年はまだそんなに乗ってないですね昼間で。今年の夏はまあそのチューニングしたファットボブとストリートグライドともにもう一台ねキャブ車の FXR という、バイクが今年は手元にあって、まあそれも乗っているんですけども、 FXR に関してはまず全然耐えられる、エンジンの排熱かなと思います。まあ排気量も、1340cc っていうことなんで、他のね2台のハーレーに比べると排気量も小さいですし、まあと、まあ、ある程度多分キャブの調整がしてあるので、そんなになんかエンジンの排熱が熱くなるっていう感じではないので、まあ、たまに乗ってはいるんですけども、まあ、とりあえずね、このインジェクション車2台に関しては、かなり排熱が上がるので、ちょっと夏は控えてます。夜はね、まあ今日もちょっと今曇りなんですけども、もう夕方なんで、まあその辺に関しては全然ね、もう走り始めれば全然暑くない感じなんで、いいんですけどね。っていうのがまず一つ、バイクの排熱ですね。で2点目は、まあ、バイクが熱くなるということは、まあ、自分自身ライダーの方にもある程度ダメージはしてて、2点目は結構ねそのライダーの、まあ、自分自身の体調ですね、それがねちょっとね結構昼間都内をバイク乗ると結構辛いですね。まあフルフェイスっていうこともあったり、まあ、体調崩しやすい状況で走ってるのは確かにあるんですけども、とはいえこのバイクの暑さが結構やっぱり体にもろに来るなっていうのはバイク走ってて感じたことで、でそれもあってまあ熱中症とか、まあ、そういうようなことに近い感じになっちゃうので、今年はねちょっと夏はハーレーのインジェクション2台は乗るのはね控えようかなと思っています。あもうこのぐらい夕方とか夜になれば全然問題ないんですけども、やっぱ昼間がねどうしても暑いんでちょっとね悩みものですね。で周りにハーレー乗りの人があんまいないんで、皆さんどうしてるのかなっていうのが結構気になってて、やっぱり夏でも暑いの我慢して乗るよとか、まあ、あんまり暑くないよ自分のハーレーはっていう人だったりとか、逆にねもう夏はバイク乗りませんよっていう人とか、なんかどのぐらいでいるのかなってちょっと考えているので、まあもしその辺コメントいただければ幸いかなと思います。一応ハーレー以外の WR とかデュークに関しては、まあ、全然暑くないんで、あの辺はねもう夏乗っても全然 OK かなって感じだと思います。
はい、そんな感じで今日は、まあ、今年からですけどハーレーのインジェクション車に乗るのは、まあ、夏の昼間はねやめようかなっていうお話でした。まあ、ハーレーのインジェクション以外は別に今自分的には乗れるんで、まあ、夏の昼間はねそちらを使って、まあ、モトブログなり YouTube の動画撮っていこうかなと思ってますので、皆さんねチェックしていただければなと思います。この動画ではバイクをはじめ自分が興味あることをご紹介しておりますので、いいねやチャンネル登録のほどよろしくお願いします。あとツイッター、インスタグラムもやってますので、そちらもチェックしていただければなと思います。ではでは。はい、そんな感じで今はね秋葉原近辺ですね、昭和通り走ってます。いや、このぐらい流れているとね結構本当に走りやすいんでいいんですけどもね、まあ渋滞してるとねなかなかカオスな熱を感じながら走ることになりますって感じですね。そうで久々にファットボブ乗ってるんですけども、やっぱねミルウォーキー8めちゃめちゃ速いですね。びっくりしますねこの速さと、あとフレームの剛性がめちゃめちゃいいんで揺れないっていうのが、いやーなんか本当に現代のテクノロジーの進化を身をもって感じますね。まあ人によってはねこのハーレーらしさの鼓動感が失われてるっていう人もいるとは思うんですけども、まあ、乗りやすさの観点で言うとね非常にこのミルウォーキー8はね乗りやすいバイクだなとは思いますね。で街乗りではねもうこの4速で十分なんで、まあ5速6速はねまあ下道ではまず使わないですね。逆に5速とかに上げちゃうとちょっとひねると本当ね法定速度全然余裕で超えちゃうんで、いろんな意味でね危ないんで4速がねちょうどいいですね。で今日は銀座を越えて東雲のちょっと今ライコランドにね向かってます。銀座は越えないっぽいですね今日のルートだと。今宝町なんで銀座の手前を左に曲がっていく感じですね。いつもはなんか銀座の方を通ってくれっていうアナウンスが流れるんで、まあ今日は Google マップの気分がそういう感じなのかなって感じですね。で若干このクラッチとブレーキを上向きにしましたね。こう元々はね水平だったんですけど、若干ちょっと遠いなとか運転しづらいなっていうのがあったんで上向きにしてます。まあ本当に数センチの差でしか変えてないんですけども、非常にね運転しやすくなった印象です。ここ最近 FXR ばっか乗ってたんで、なんかフォアコンになれないですね。なんかミッドコン、足この辺に置きたくなっちゃう気分ですね。この辺はね八丁堀ですね、完全にビジネス街ですね。あんま普段この辺来ることないんですけど、昔は結構お仕事絡みで来てましたね。昨日もちょっとバイクで走ってたんですけど、昨日はねロンティーで走ってて若干やっぱりねムシムシした感じなんですけども、今日は全然なんかムシムシもしてなくて非常にね走りやすいですね。今日はなんか都内はあんまバイク見かけないですね。昨日はぼちぼちいたんですけどね、まあ、曜日によっていろいろ変わってくるのかなと思いますね。そう、飲食店がね8時で閉まっちゃうんで、バイクに乗りながら夕飯を食べるタイミングをねちょっと考えてますね。この辺はねさすがにバイク止めて食事できるポイントがあんまりないんで、とりあえず少しこのビジネス街を離れたところで食事しようかなと思います。でビジネス街を離れるとこうやってねベイエリアになるんですよね。この辺もね結構眺めが良くていいですね。このまままっすぐ行くと豊洲の方に行くんで、豊洲を抜けて東雲に向かう感じですね。いや交通量少ないですね今日本当に、バイクも車も全然走ってないですね。まあこれからもちょっと状況落ち着いてきたんで動画出していくんでチェックしてください。ではでは。